ファーストフォリオのリチャード2世の表紙の副写、リチャード2世は、ウィリアム・シェイクスピア作の歴史劇。1595年頃に書かれたと信じられている。リチャード2世の生涯に基づくもので、シェイクスピアの第二音部作の一作目にあたる。独立した作品を意図して書かれていない可能性もある。1623年に出版されたファーストフォリオでは、 歴史劇に分類されているが、1597年に出版された四折版では悲劇とされている。シェイクスピアがリチャード2世で主に財源としたのは他の刺激同様、ラファエル・ホリウン・シェットの年代記で、それが劇にターミナス・アド・クエムを与えた。エドワード・ホールのランカスター・ヨーク・両名家の統一も参考にしたようで、研究者たちは他にも サミュエル・ダニエルのバラ戦争を題材とした詩に、シェイクスピアは通じていたのではと示唆している。いくらか複雑なのは、大英博物館に不完全な原稿の写しが、残っている匿名の作者によって書かれた題名のない、戯曲の存在である。この戯曲は、リチャード二世、第一部とも、トマス・オブ・ウッドストックとも呼ばれていて、 リチャード2世と登場人物は異なるものの、扱われている事件はその前編にあたるものである。そのことと作者が匿名であることから、学者の中には、リチャード2世、第一部のすべてあるいは一部をシェイクスピアが書いたので、ないかはと考えているが、多くの評論家は、シェイクスピアの作品ではなく、シェイクスピアの影響を受けて書かれた二次的なものだろうと、見ている。 1615年のリチャード2世9号の表紙、リチャード2世は1597年8月29日、書籍賞アンドリュー・ワイズによって書籍出版業組合の記録に登録された。最初の4オリーバンが出版されたのは翌1598年で、出版社はワイズ、印刷はバレンタイン・シムズである。1598年には、 やはり4折板の9に93が出るが、2年の間で3版を重ねたシェイクスピア劇はリチャード2世だけである。さらに1608年に94、1615年に95が出て、1623年出版のファーストフォリオがそれに続く。それらにはいくつかの違いがあり、4折板では些細なものだが、ファーストフォリオではかなりの違いがある。 まず91、92、93には、リチャード2世のイイの場面が欠けている。94では、プロンプター用の台本から起こされた、ファーストフォリオのものほど長くはないものの、イイの場面が登場する。わずかな証拠から推測するしかないが、イイの場面が4折版で削られているのは、劇場もしくは祝典局長、エドマンド・ティルニによる検閲があったからだと考えられている。 一方、ファーストフォリオは、シェイクスピアのオリジナルの意図を反映したものだとされる。しかし、それを裏付ける証拠はなく、Q4 の表紙には、最近上演された範囲の場面という言及が、されている。リチャード2世ヘンリー・ボリングブルック劇は、威言をもって玉座に座るリチャード2世から始まる。いとこであるヘンリー・ボリングブルックと、 トマス・モーブレイから自分たちの論争を採点して欲しいと壊れる。ボリングブルックの言い分は、モーブレイは王から支給された軍資金を横領し、また王の弟であるグロスター公の不可解な死にも関与したというもので、それに対してモーブレイはボリングブルックに名誉を傷つけられたと憤っていた。リチャード2世は二人を和解させようとするが、叶わず決闘を認める。 しかし、決闘が始まる直前、リチャード2世は2人に、イングランドからの追放を言い渡す。ボリングブルックは6年間の、モーブレイは、永久の追放である。この裁定が、結果的に、リチャード2世の敗位と死につながるわけで、劇中、モーブレイがそれを予言する。ボリングブルックの追放後、その父親ジョン・オブ・ゴーントが死去する。 リチャード2世はその遺産を取り上げ、アイルランド征抜の資金とする。貴族たちはこの周知に加え、リチャード2世が貴族たちに対して先祖が犯した罪で、罰金を課したり、民衆に重税を課したりすることに行き通る。ボリングブルックが財産の返還を求めて密かにイングランドに帰国したと知ると、貴族たちは、ボリングブルックを先頭に、リチャード二世打倒の行動に出る。 リチャード2世がアイルランド遠征から戻った時、イングランドはボリングブルックたちの手に落ちていた。ボリングブルックは財産の返還とさらに王座を要求する。ヘンリー4世の即位リチャード2世の暗殺ウエストミンスター大会堂でリチャード2世からボリングブルックに王冠な囚人を前に譲渡される。リチャード2世はボリングブルックによって ポンフレット城に遊兵される。王ヘンリー4世となったボリングブルックが存命のリチャード2世のことを生きている恐怖と言ったのを聞いた騎士エクストンはそれを暗殺の指示と理解してポンフレット城に行きリチャード2世を暗殺する。ヘンリー4世は先走知ったエクストンを処罰してリチャード2世の死の罪を清めるためにエルサレム遠征を行うことを誓う。 リチャード二世は、前後幕からなっていて、その構造はその文体同様、因象的である。内容は、リチャード二世の破滅とボリングブルックの台頭を描いた二重の、補完的なプロットを持っている。評論家ジョン・アール・エリオット・ジュニアは、リチャード二世には隠された政治的意図があり、他の歴史劇とは異なるものだと指摘する。シェイクスピアの悲劇の通常の構造は、 中心となる政治的な主題を描くために部分修正されている。リチャード2世の主題は、ボリングブルックが王座へ登り詰めることと、王権をめぐってのリチャード2世とボリングブルックの争いである。第4幕と第5幕で、シェイクスピアは、リチャード2世の運命とは関係のない事件を描いていて、その解決は、ヘンリー四世第一部、ヘンリー四世第二部、 ヘンリー五世を含めた四部作の中で解決される。文芸評論家ヒューエム・リッチモンドは、リチャード二世の王権真珠説についての考えは、中世の王権観と一致する傾向にあり、一方、血統だけでなく、知性、政治の経験的な知識が良い王を生むと訴える。ボリング・ブルックは、王権に対して、より現代的な見方をしていると指摘する。リチャード二世は、自分は、 神の導きで王に選ばれたと信じている。自分が清和であり、イングランド国民に好かれていないことは問題にしていない。ジョン・アール・エリオットは、そうした王の役割についての誤った考えが、結果的に、リチャード2世の失敗を招き、さらに、中流階級あるいは、仮想階級に対する接し方、話し方がボリングブルックを王座に導いたのだと、指摘している。 シェイクスピアにしては珍しいことだが、リチャード2世はほとんど因文で書かれている。さらに、第3幕第4番でのイングランドと庭園の例え、第5幕第1場の王と獅子の例えなど、記憶に残る因由も多い。リチャード2世の文体は、初期の歴史劇に比べて流暢で、劇のトーン、テーマを表すのに役立っている。シェイクスピアは、リチャード二世を、行動より、 むしろ状況の分析をこの無人物として描くため、長い陰文、陰誘、直誘、独白を用いている。リチャード2世は常に、自分を、王位の象徴である太陽などに例え、また、自分の振る舞いを決めるのにもそうした象徴を用いる。王冠は、自分の王権の象徴で、現実の王としての務め以上に、リチャード2世には大事なものである。 シェイクスピアの他の歴史劇と異なり、リチャード2世では、三文はほとんど使われていない。ちなみに、シェイクスピアは、習慣として、三文を社会階級を区別するために使っている。一方、登場人物の言葉遣いには違いをつけている。例えば、リチャード2世には、ビジュレークの隠有的な言い回しを、一方、ボリングブルックには、貴族階級ではあるが、 もう少し平面で直接的な話し方をさせている。リチャード2世はエリザベス1世統治期終わり頃に上演、出版された。エリザベス1世には子供がおらず、またこれから世継ぎを作るには恒例すぎた。リチャード2世の多い検証はもしかするとエリザベス1世とリチャード2世との類似を利用して執筆当時の政治的状況への意見を、つまり、 女王の多い継承者には安定した王朝を作り得る能力の人物をと訴えているのかもしれない。第2代エセックス博ロバート・デバルー・エドワード参戦以降の歴史を政治的な火種と見る考えは1600年の第2代エセックス博ロバート・デバルーの反逆罪裁判によっても明らかである。この裁判の中で歴史家ジョン・ヘイワードはヘンリー4世伝を エセックス博に剣じた。エセックス博から依頼されたという容疑でヘイワードは投獄され、さらにエセックス博がエリザベス一世に対して無本を企て失敗する直前の1601年1月にも再度取り調べられた。リチャード二世はエセックス博の最終的な没落に関する諸々の出来事の中ではさほどの役割を演じていないように見える。 1601年2月7日の夜、第9代農産サンバランド博ヘンリー・パーシーの二人の若い息子チャールズとジョシリンを含むエセックス博の支持者たちがグローブ座でのリチャード2世上演を依頼し、翌日エセックス博と共に武装放棄した。エセックス博の裁判で、宮内大臣一座の俳優オーガスティン・フィリップスは役者たちが大勢の観客を呼ぶには、 古すぎるし、使えないと感じたこの芝居に、反乱者たちは、代金として40シリングを支払ったと証言した。エリザベス一世は、リチャードに正殿の政治的な影響を危惧していた。疑わしいがよく知られている話によると、ジョーは、ウィリアム・ランバードにこう尋ねたという。私が、リチャード二世、あなたたちも知っていますよね。同じ資料の中に、ジョーは、リチャード二世が、 こうの通りと、家で40回も上演されたことに不平を漏らしたとも、ある。ただし、それを裏付ける証拠はない。それはともかく、区内大臣一座が、SX 博のグループとの関連で害を被った様子は、ない。1601年の国会火曜日には、女王のために上演もやっている。ちなみにその日は、SX 博が処刑される前日であった。 王の二つの身体、エルンスとカントロビッチは、中世の政治的進学を分析した著書、王の二つの身体の中で、中世の王は、自然的身体と政治的身体の二つの体を持っていると述べている。この本のテーマは、ボリングブルックの追放からリチャード二世の範位までの、リチャード二世の物語全体と関連している。自然的体とは死を免れない体で、 すべての人間の弱さの原因である。一方、政治的体は霊的な体で、病気や老いといったものの影響を受けない。この二つの体が一人の人間の中で一つになるのである。評論家の多くは、それこそ、リチャード二世の中心テーマであり、三つの主要な場面で、それが描かれているということに同意している。まず、ウェールズの海岸で、 アイルランドから戻ったばかりのリチャード2世は、イングランドの大地を愛武し、自らの王国への執着を示す。しかし、王位という概念は、ボリングブルックの反乱の報告を聞くうちに、徐々に揺らいでいく。リチャード2世は反乱のことを考えるあまり、自らの王としての特質を忘れ出す。この変化は、フリント城の場面でも描かれている。 王の二つの体が分離し、王は、より私的で象徴的な言葉を使い出す。家臣たちが続々とボリングブルックの軍に加わり、自らの軍勢が弱体化するにつれ、リチャード二世の政治的体は弱まってゆく。宝石を諦め、王の威信が失われていくことを余儀なくされる。絶望から一旦はボリングブルックへの服従を考えるが、 自分が神の側にいることを思い出し、再び威厳を取り戻す。王という称号がもはや自分にふさわしくないとわかっていながら、リチャード二世はなおも大いにしがみつこうとする。ウェストミンスター大会堂では、王の概念は、リチャード二世よりもむしろ、カーライル司教によって支えられている。リチャード二世はこの時点では威厳をなくし、精神的に不安定になっている。 リチャード二世は、聖書から、自らをイエスに、敵たちをピラトに例えて表現する。リチャード二世は、王冠、王爵を譲ることで、自ら、王であることをやめる。鏡を見る場面は二つの体の終わりである。平凡な自分の体を確かめた後、リチャード二世は鏡を床に叩きつけて、粉々にし、王であった過去と現在を放棄する。過去の栄光を失って、 リチャード二世は、最終的に政治的体から解放され、自然的体と内面の施策、悲しみに身を知りく。評論家 J.D. ウィルソンも、リチャード二世の人間であり、犠牲者でもある二重性格が、劇の最後でのリチャード二世の死を導いたと指摘する。リチャード二世は、王族の犠牲者を演じ、その血が流されたことで、 イングランドは2世代にわたる内戦を繰り返すことになるのである。マキャベリ的王の大統、リチャード2世は、ボリングブルックが王になるところで終わる。イングランドに、新しい時代が幕を開けたのである。歴史的調査によると、ニッコロ・マキャベリの、君主論の英訳本は1585年にはすでに、存在していて、イングランド王たちの統治に影響を与えたという。 評論家、アービング・リブナーは、ボリングブルックの中に、マキャベリ哲学の展示が見られることを指摘している。マキャベリが、君主論を書いたのはイタリアが、政治的カオスにある時で、その中には、政治的指導者が混乱の中、国を導き、繁栄を取り戻す公式が書き留められている。ボリングブルックは確かに混乱したイングランドに生きた。 力のある指導者で、マキャベリの言った公式に沿った行動をとっている。リチャード2世の冒頭で、ボリングブルックは、モーブレーを急断し、票には出さないが、リチャード2世の政治をも攻めている。ノーサンバランド博をそばに置くのは貴族たちを、コントールする道具としてである。ボリングブルックは、権力を手にするや、ブッシー、バゴット、グリーン。 ウィルトシアイ博といったリチャード2世の中心たちを処罰する。さらに王国に法律元首の維持を命じ、誰の目にも疑いない真の王位継承者の証である王冠などの上等リチャード2世に要求する。マキャベリは追放された王は殺されるべきであると述べているが、ボリングブルックも王位の安全のため非常にもリチャード2世を殺す。しかし、 自ら殺すのではなく、ピアース・オブ・エクストンを使って殺させる。劇全体からすれば些細なことだが、リブナーは、ボリングブルックがいくつかの点で、マキャベリ哲学に従っていないも指摘している。なお、聖地への遠征について触れるボリングブルックの最後の、セリフも、支配者は、信心深く見せるべきというマキャベリ哲学通りである。 このように考えると、リチャード2世は、リチャード2世と比して、より異変ある王によって王位が引き継がれるという、イングランド史のターニングポイントと見ることも可能である。1595年12月9日、サー・エドワード・ホビーが、ロバート・セシルを招待して、リチャード王を見たという記録があり、これは、シェイクスピアのリチャード2世の上演だったのではないかと言われているが、 別の芝居か絵画、あるいは文書ではないかという説もあり、はっきりしたことは分かっていない。他の依頼公演は1601年2月7日のグローブ座で、依頼したのは前述したエセックス博の支持者たちである。1607年9月30日、シエラレオネ沖に浮かぶイギリス東インド会社レッド、ドラゴン号での上演で、ウィリアム・キーリング船長の部下たちが、 リチャード2世を演じたという記録があるが、この記録の正確性については疑念を呈する意見がある。グローブ座では1631年6月12日にも上演されている。リチャード2世に奮したジョン・ギール・グッド王政復古期の1680年には、ネーハム・テートがドルリー・レイン劇場でリチャード2世の改訂版を上演しようとした。政治的ほのめかしがあることから、 テートは舞台を外国に、題名をシシリーの略奪者と変え、さらに、リチャード2世の高貴な人柄を強調、逆に弱点を薄めることによって、スチュアート長の批判をかわそうとした。しかしいずれの手段も実を結ばず、テートが、序文に書いたように、サイレンス、リー・オン・ザ・サード・デイとなってしまった。 1719年のリンカンズ・インフィールドでのルイス・シオボルドの上演は成功し、海底も少なくて済んだ。1738年のコベントガーデンでの上演では、シェイクスピアのオリジナル版が復活した。20世紀になって、ジョン・ギールグッドが1929年のオールドビッグシアターで、リチャード2世を演じ、世界の演劇界に衝撃を与えた。 ギールグッドは1937年、1953年にもリチャード2世を演じ、決定的な当たり役とみなされた。もう一人の当たり役は、モーリス・エヴァンスで1934年にオールドビッグシアターでリチャード2世を演じた後、1937年のブロードウェイ公演でセンセーションを巻き起こし、1940年にもニューヨークで再演。 さらには1954年のテレビ、ホールマークホールオブフェームで、その名誉を、不動のものとした。1978年には、BBC の、ザ・シェイクスピア・プレイズシリーズの一本として映像化され、デレク・ジャコビが、リチャード2世を演じ、ギール・グッドも、ジョン・オブ・ゴーンと役で出演した。2012年には BBC が、テレビ映画シリーズ、ホロー・クラウン。 嘆きの王冠の一編として制作した。ありがとうございます。